こんにちは。こんにちは。はい、いよいよお引越しも直前ということで、今回は私たちが実際に住んでた激安賃貸のご紹介をしたいと思います。この物件が元団地をリフォームしたビレッジハウスっていうあのアパートなんですけど、まあ、全国的に結構増えてて、うん、で私たちそこに実際2年住んだんで、今日はそこで感じた、まあ、いいところとか、あとまあちょっとこれ微妙やったなって思うところをご紹介したいと思います。でこの物件がまず築50年、うん、で私らが住んでたお部屋が 2K で、なんと家賃が3万2000円ね、やばい、安いね。そうじゃあ早速我が家にご招待します。はい、はい、まずは玄関ですね。お世辞にも広いとは言えない玄関だったんですけど、一応靴箱がついていたので夫婦2人ならなんとか使えたという感じでした。入ってすぐキッチンがあります。キッチンは昔ながらのもので、なかなかスペースが狭かったので増設して、調理をしていました。収納スペースは必要最低限はあるんですけども、このコンロの置き場がですね、狭くて一口コンロしか置けないというのが、まあ、難点でもありました。そしてこちらが洗面兼脱衣スペースです。洗面台は昔ながらの小さなものでした。お風呂については、これまた昔ながらの小さな浴槽でして、いろいろね言いたいことがあるんですが、それは後ほどご紹介します。トイレは白壁とクッションフロアで、見た目は綺麗に仕上げてくれていて、温水洗浄便座は元から付属していました。そしてこちらが6畳の洋室ですね。僕たちはテレビとダイニングテーブルを置いてリビングとして活用していました。そして洋室がもう一部屋、こちらは 4.5 畳で、僕たちはマットレスを敷いて寝室として使っていました。ちなみに真ん中の襖を開けると、このように2部屋をつなげて開放的に使うこともできます。まずメリット、まあ、安いやね。安いもうこれがね最大のメリットです。安い、まあ、家賃は3万2000円、このお家はね契約しました。そして敷金、礼金、仲介手数料、更新料一切かからない。うん、それすごいな、うん、すごい、うん、敷金礼金かからないっていうのはね、他のお家でもあると思うんですけど、仲介手数料もかからんからね、うんうんうん、普通家賃1ヶ月分ね仲介会社にお支払いするところがなしで、更新料って言って2年に1回ね更新料を支払うことが賃貸って多いんですけど、それもなしと、うんうん、でさらに僕らの時もそうだったんですけど、1ヶ月フリーレントって言って、うん、入居した翌月とかのね家賃がもう無料になる、タダになるっていう、うん、それでも覚えてないねんな。あ、そうなん、うん、覚えてないって。え、そんなんあったっけ。あ、いや、あったあった6月から入居したけど、なんか7月分とかで払ってないんよ、うん、あ、そうなんや。とにかく安い、家賃がそもそも安いし、初期費用も安いっていうのがやっぱりすごくメリット、うん、もう最大のメリットだなと思います。で、そしてこれ僕らにとってすごく重要なのがペット可、うんうん、はい、まだ猫ちゃん OK、ワンちゃんも OK、うん、まあ、1匹までとかね、そういう制限はあったりするんですけど、やっぱそれはなかなか賃貸では少ないからね。そうやな、それは良かったなと。で、冒頭でもね、築50年とお伝えして、まあ、確かにね築古ではあるんですけど、とはいえね、このリフォームとかも壁紙結構ね白の基調で、きれいめにね一応仕上げてもらってたりとか、あとエアコンとか、あー、これねついてんのありがたよね。そう、最新のねモデルのエアコンがちゃんとついてる。元々最初から、最初から、うん、温水洗浄便座、いわゆるウォシュレットっていうのももともとついてる、うん、っていうのはやっぱ良かったよね。まあパッと見はだからめっちゃ綺麗だよね。そうそう、綺麗めにねやってくれてる。まあでもヨーヨー見たらこれクロスじゃなくてペンキやからね。あ、まあペンキでね、うん、安くリフォームはされてんねんけど、そうそうそう、とはいえねやっぱ安く住みたい、安く綺麗にね手頃に住みたいっていうニーズにはすごく叶えられる。で、特にエアコンついてるって、エアコンってやっぱ新しく買おうとすると工事費用も含めてやっぱ何万円とかね、うん、かかってくるところ全部ついてるっていうのはやっぱ初期費用抑えられる面でもすごい良かったなって思います。で、あと住みやすさの面で言うと、もともとね和室だったので、押し入れ収納がねめちゃくちゃ多いんよ。なんで6畳2部屋なんですけど、押し入れがすごくたくさんあるから意外とね収納場所は多い、うん、確かに、うん、っていうのは助かってる、うん、というのがメリットではあるんですけど、反面で、ね、やっぱ2年住んだからこそ感じるデメリットみたいなところもあって、
デメリットは？デメリット、うん、まあ、まず1個目はその入るときはすごく安いけど、うん、出るときに短期で解約しちゃうとやっぱ解約手数料がかかるっていうので、まあそれをかけるのが嫌で嫌で2年無理くり済んだっていうところが一つかな。そうだな、特約があるからね。そうそう、まあ、あくまでも私らが契約した時はそうやったっていうんで、今ちょっと違うかもしれないんですけど、私らの場合は入居してから1年以内やと家賃2ヶ月分、2年以内、1年以上2年以内の解約やったら家賃1ヶ月分かかりますと、うん、でプラス退去時に絶対かかる費用があって、床面積に対して1100円税別、1100円税別がかかるから、この部屋やったらそう大体4万円ぐらいは絶対かかりますと、うん、クリーニング代。あとはやっぱりリフォームこそしてて、こう外壁とかもすごい綺麗でパッと見は綺麗っていうお話はしたんですけど、やっぱ築50年っていうのはところどころ感じるよな。まあね、まあ特にキッチンやね、まずキッチンがやっぱ昔ながらのキッチンやからめちゃくちゃ低くて、全部もうめっちゃ腰痛いよ、あれで毎日洗い物すんの。そう、めっちゃ腰痛いっていうのと、あとまあお風呂も、まあもともとタイルなんか分からへんけど、まあ、ペンキでピピって塗っただけやから、うん、なんかめっちゃ冷たいし、うん、もうなんかコンクリートの冷たさ直に感じるよな、あれ。冬場はやばいよね。やばい、ほんまに。マジでヒートショックになるよね。あとは追加料金を払わないと独立洗面台と給湯器がないこと。あー、そうか、追加料金やったな。そうで、覚えてる、なんか、あ、ここのキッチン今水しか出ないんですけど、まあ、毎月1000円払ったら給湯器つけれますけどどうしますかとか言って、いや毎月1000円も払うやったらいいですって言った自分。そうやね、つけたー。どうせつけられたら早くつけといたら。いや、それで1年後ぐらいに、てかまあ真冬が来た時に、いやちょっとこれしくったなってなって、でもつけたいけどもう半年もこれで過ごしたからもったいないもったいない言って、もうどうせあと1年ぐらいで出るし、もったいないもったいないで2年が来たっていう。あとはですね、闇の帝王が、まあ、出た、とても多い、あの人、例のあの人、名前を呼んではいけないあの人が、まず引っ越しして2日目、むしろ当日、ああもうすぐ出たよ、で、すぐ出て、で、しかも押し入れに1匹おるから、あー、大根助けてって言って大根が退治したら、死骸が2つあって、え、なんで2つもあんのって言ったら、なんか追いかけていったらもう1匹おったとか言ってさあ、もうでも寝られへん、怖い怖いって言って寝て、でトイレ行ったらまた生存してる子がいて、次キッチンに、え、ちょっと待ってってなって、築50年やったらね、おるよ。おるよな。おるわ。そう、おるんやけど、でもこれは隙間をめちゃくちゃ塞いだら、元団地でもう部屋に出なくなる。うん、部屋に侵入させんかったらいいからね。そう。で、それはブラックキャップとかそういうもんは、食べにいらっしゃるから、違うんよ。ああ、そう、むしろね。ああ。そう。そうじゃなくて、もう、塞ぐんが一番で、まあそれをやってからは一回も出てないから、まあちょっと精神的なストレスはなかったけど、まあ、っていうのと、あとまあバルコニーね、ちょっといろいろあるんで、バルコニーちょっと実際行って、ちょっとバルコニーは見てほしい、ぜひ。はい、どうぞ。まずご覧いただいている通り、ものすごく要塞みたいになってます。このネットね、これはね、 DIY でやったやつで、まあ、なんでかっていうと、団地ってめっちゃ鳩が多くて、それ知らなかったんですけど、なんかね、今はねおらんわ、ちょうど。でも大体いつも上とかに泊まってんの。ああ、そうやな。そう。ほんで、これを作る前に、もううちんちになぜか来まくってて、うん、これだけ空き家があんのに、なぜかうちんちのこと好きすぎて、鳩が。でもここに来て、なんでさ、このな、ここの奥さ、なんでか知らんけど、閉まらへん扉があって、うん、あそこ、うん。で、あん中に、メスとオスが入って、もう朝からめっちゃなんか愛し合っててさもうそれめっちゃうるさくて、でなんか調べたら、しかも放置してたら卵産むみたいな、書いてて、もう卵産んだらもうそれはそれは毎朝いらっしゃるよっていうの言っててさ、これはあかんと思ってこれを作ったわけでございます。あ、おった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 、あ、おった、おったおった。
あれですね。あいつらです、ね。ああ、おりますわ。あ、2匹。そうやね。大体、あ、ほら、愛し合ってる、愛し合ってる。愛し合ってんな。で、まあ、洗濯機は外にあって、で、しかも、あの、洗濯機を置くやつがなくって、こういう風にかさ上げしてって言われたから、そうやな。そう、めちゃくちゃ汚らしいよね、これがまた。こんなんでかさ上げしてさ、まあ。排水がね、なんかパイプ高いからね。そうそう。うん、あそこがね。ね、あれですよね、1個もう干す竿高すぎ。あ、高い？確かに。いや、これってさ、なかなかない高さやと思うわ。まあ、確かに。だから、布団干すときなんか、ってなる。なるほど。かなぁ。まあ、でも、なんか、こうさ、あの団地って私らも住んだことがなかったんですけど、なんか、こう建物が密集してるイメージがあって、あ、意外とさ、これ見てもらったらお分かりになる通り、こう向こうとの間隔空いてて、そうだね、そう、思ったより景色は開放的やった。日当たりもいいしね。あ、そう、日当たりいいの、うん、今も昼やからあれやけど、全然南向きでね。はい、で、まあ、バルコニーはこんな感じです。あと、まあね、共用部、お部屋の外の、まあ、共用スペースのところで言うと、ちょっとね、使い方やっぱり荒れてきてるなっていうのはね、最近すごく思う。2年住んでて。ああ、確かに。うん、やっぱり、なんやろな、例えばその階段部分とかのゴミがね、すごい溜まってたりとか、まあ、掃除とかね、管理あんまりちゃんとやってないんちゃうかな。なんか掃除してんのあんま見たことなくない？ないね、それが。たまに見るけど、なんかほうきでピピピってやって終わりみたいな感じ。ほんま、なんか半年に一遍見たらええ方やんな。あと、まあ、ゴミ捨てとかもね、最近結構荒れてきてるように感じてて、うん、あのほんま捨てたあかんやつがもうポンって置かれてたりとか電子レンジとかな電子レンジとかな、あの畳とか捨てられてたやな、畳とか。そう、大型のやつ、なんか誰が持って行ってくれると期待して置いてるんか知らんけど、まあでも住民の人がもうそこポンって置いちゃうとか、うん、そうそう、っていうのも、まあこれね、やっぱりあの家賃が安いっていうところからなんかなと思うんですけど、まあ、あの事実をね、ありのままにお伝えすると、ちょっと住民の属性みたいなところから来てるところもあるんかなっていうのはね、ちょっと想像するんよね。うん、で、例えば、あのなんかね、アジア人のなんか技能実習生の方かなみたいな人とか、結構住民にね、多いんですよ。社宅になってんのか分かんないですけど。うん、で、だからこそ、ゴミの捨て方がそもそも分からへんとか。それな、めっちゃ思うねん。なんか多分誰も教えてあげてないんちゃうかなと思って。そうやね。そう、ほんでさ、あのさっきのさ、電子レンジもさ、分別してください、分別って書いてたやんか。もうそれすら多分読めてないんちゃうって思うね。で、それを捨てたらあかんって分かったとしても、じゃあそれをどこに捨てたらいいんかってなるし。そうやね。なんか多分そういうの来てるんちゃうかなって思う。なんか悪気はないよね、きっと。多分ね、悪気はないと思うんやけども、使い方わからんみたいな。で、そうそう、それをなんかサポートする仕組みもないから。ないし、近隣住民との関わりも別にないから。うん、まあ、あと住民つながりで言うと、まあ、これ別にどうっていうわけではないんですけど、ちょっとね、あのなんか金髪で、あの黒ジャージでサンダルで、おいおい、なんかちょっとあのヤンキーの人かなみたいな、うん、ヤンキーの方かなみたいな人は割とよく見るな、うん、多いです、多い、割とよく見ます、うん、まあ、だからどうっていうわけではないんですけど、うん、まあ、安いなりに多分選んではるんやと思うし、やっぱ周辺のね、住民の方とか、まあ、住環境っていうところはやっぱりそのお家賃とかその物件によってまた変わってくるっていう面はあるので、うん、まあ、お部屋自体は過ごしやすいんですけど、周りはどうかなとか、近隣どういう方住んでるのかなっていうのを気にされるのであれば、そこもちょっとね、ワンポイント見ておいた方がいいかもしれないです、うん、というのは2年住んで思ったかな、うん、もう一個、はい、自治会費。あ、自治会費、自治会費が、まあ、自治会費が月まず1,000円で、それはちょっと高いけど、まあいいわ。強制のお掃除イベント。ああ、あったな。そう。で、それが、なんか、この自治会の中でお掃除しましょうって、もう強制に決められてる日があって、その日はみんな朝からお掃除に行かなきゃダメなんですけど、もしそれに行かへんかったら、自治会費がプラス1000円になるっていうペナルティやって、ああ、もうそれがめっちゃ辛いね、もう。まあもう暑い、なんかもう帽子かぶって汗だくなりながら、こうやって草むしってさ、1000円嫌やからさ。まあ以上、お部屋の紹介とメリット、デメリットっていうところを、まあ2年住んだリアルな感想をね、お伝えしました。めちゃくちゃリアルやったと思う。実際住んだからね、うん、住んだからこそ分かることがね、やっぱあったなって思うよね。うん、
で、まあ、簡単にね、結論らしい結論を言うとすれば、やっぱ安いっていうのが、もう、最大のメリット。うん。で、その、家賃を抑える、初期費用を抑えるっていうのが、まあ、ほんまにメリットなんで、まあ、そこを取りつつ、まあ、ちょっと地区古やよとか、そういうちょっとデメリットと感じる部分に、まあ、目がつぶれるって思うのであれば、全然ありやと思うし、やっぱコスパっていうね、ところは。コスパはすごかった。すごい。おかげでだってもうすごい節約できたもんね。あ、そうだと思うで。家賃だいぶ節約できたんだ。ほんまにめっちゃ安かったもんな。で、ね、うん、でまあ僕らはまあ、家でお仕事してるのもあってもうちょっと広いお家に住みたいなとか、まあそういうちょっとライフスタイルのね変化もあったんで、まあこの度お引越ししたんですけど、まあやっぱ住んでよかったなっていう意味ではね、安さコスパっていう点では良かったなっていうふうには思うんですけど、あと、まあ、タソとの出会いよね。タソとの出会い、あ、そう、タソね、うん、出会ったからね、ここで拾ったからね、そこで拾ったから、まあそういう意味では良かったのかな、うん、この動画が参考になったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録よろしく参考にならなかった方はバットボタンバットボタンも、バットボタンもやるすんねやいつもこんなん言わへんけどなあるやん、なんかこういうのあるある。まあ僕らね、このお家はもう引っ越して新しいお家で、あれ新生活スタートし始めたところというか、これからね、動画としては新しいお家での生活の動画アップしていく予定なので、うん、まあまたぜひね、継続して見ていただければと思います。しわるどうだ何やねんそれはい、またよろしくお願いします。はい、それでは、さよなら。さよなら。ちなみに、シェリタソを拾ったところがここ、第一発見場所、ここ。あ、ここやんな、この辺やんな、この真ん中で、これ椿の木なんですけど、この間でピャーピャーって言ってて、それをあそこのベランダから見た、あの要塞。あで、お、なんか猫落ちてるって思って、ここです、タソ。なんか記念碑立てとく、うん、タソ2019年、うん、2019年、記念終わり